うん、最近の悩み教えてください。悩み、はい、なんか僕はですね、今年30歳になったんですよ。その人以外好きになれない。楽しみたいのに早く寝てしまうっていう弱さがあります。それが悩みですね。だから海外の方だからちょっと憧れてます。 Hey guys and girls on Ask Japanese, it's your flashy fashion reporter Kathy Kat, and today we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask the Japanese people here what worries they haveAnd let's see if we can solve them maybe during this video. You might have to answer straight after some questions the reply how you would solve their worries. So get ready to type while you watch and let's go and ask Japanese. 悩み、最近の悩みは？最近の悩み？何でも小さなこと、リップが見つからないとか、何でも OK です。あ、櫛が見つからなくなりました。おお。今すごい髪の毛整ってるんじゃないですか。整ってますか、うん、いきますか、うん、大丈夫です。全然新しい櫛買いました。お、最近の悩み教えてください。悩み、はい、なんか僕はですね、今年30歳になったんですよ。そうなんです。見えないよね。そう、30歳になってまだなんかティーネイジャーぐらいかなと思っちゃって、ごめんなさい、めっちゃ失礼かもしれないですけど。ありがとうございます。すごい、30歳になって。なので日本の若者って、まあ、10代20代みたいな、海外の30代っていうのは結構まだエンジョイしてるんですか？あ、エンジョイしてます。めっちゃみんなまだ友達との飲みに行ったりとか、クラブに行く人も行ったりとか、全然ありですよ。でも日本は違うんですか？そうです、30ってなるとなんかちょっと大人っていうイメージが日本では多分あると思うので、ちょっと海外志向見習ってちょっと遊びたいと思います。しかも見た目的にはどこへ行ってもなんかバレないじゃないですか。やった、ありがとうございます。めっちゃすごいな。肌のケアが気になる。どうですか、最近の悩みは。最近の悩みですか。僕逆に今25歳なんですけど、同じようにはやっぱ日本人って若く見られるじゃないですか。なので最近だと行けてないんですけど、海外とか行った時にお酒が飲めないんですよ。あ、子供だなーって思われて。だからちょっと大人っぽくなりたいっていうのが目標ですね。かっこいい大人になりたいですね。すごい、2人当てました? Did you guess how old they are? Guess how old they are? Thank you so much. ありがとうございました。もう一回ぜひバンドの、グループのプロモーションもう一回してください。はい。B2Takes って言います。YouTube にもたくさんミュージックビデオ載ってるので、よかったら見てください。ありがとうございます。日本で活動してるので、よかったら海外の方、日本に遊びに来た時にライブ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。最近の悩み。好きなアイドルがいるんですけど、その人が好きすぎて一般の男の人を好きになれない。おー、大きい悩みですね。悩みです、めっちゃ。で、共通だよね、共通悩み。アイドルが好きなせいで理想が高くなりすぎて一生ね、他のその人以外の男の人がなんか全然よく見えない。みんな芋って感じ。みんななんかもう、ね、かっこよくても、うん、違う、なんかね、うん、推しが全部完璧だから、その人以外好きになれないです。でもその理想が高いって自分で知ってるじゃないですか。はい。自覚済み。そう。じゃあ、男性に認めてる条件は、うん、面白い、優しい、明るい。面白い、優しい、明るいは普通の男性にもいそうなんで、その高すぎてるところは？高すぎてるところ？ 175 以上。白い肌が。肌が白い。肌白くて、イケメン。それもあるんですけど、もう中身も、ね、中身全部がね、もう大好き。じゃあ中身の彼があって他の男性にはないものは？でも、笑顔かな？なんか、不意に笑うっていうか、なんか、くしゃって笑うんですよ。なんかそれが可愛すぎて。めっちゃ惚れてるじゃないですか。涙が出てきちゃう。YouTube とか撮ってて、そうなんか、メンバー同士でなんか YouTube とか撮ってるんですけど、メンバーがなんか話す言葉とかに、なんか素で笑ってるのが可愛い。そうなんか、うわーみたいな、なんか人間なんだって。人間なんだって思う、毎回。なんかすごい立派な人じゃないと勝てられないですね。そう。超える人いない。超える人いないかも、今んとこ。でもなんか、あれがいいな。なんか私的には、男の人も女の子のアイドルとか、なんか趣味がある人がいいかもしれないです。付き合える人。ああ、じゃあ他にもアイドルの趣味持ってる男性？そうとか、一緒になんかそのライブとか行きたい。その人が好きな。
じゃあ、彼がもう本当に他の女性のアイドル好きすぎて、やだ。どうなんだろう、それ付き合ってる意味ないよね、でも。ね、正直。どうなんだろう。でも、こっちも、うん、あれじゃん、そう、こっちも大好きだから、あっちが。あっちも大好きだって、うん。そしたらでも二人ともちゃんと愛し合ってればいいんじゃない、うん、めっちゃいい。嫉妬しないんですか、やきもちとかないんですか。いや、もうなんか一緒に行きたいんです、ライブとか。なんか一緒に推したい、その人。解決あったらコメントください。自分の悩みは同じなんですか。なんか自分の悩み、足痛いぐらいしかないね、今。足痛い、足が痛い。悩みで、なんか働いてないと他に何すればいいかわからなくて、なんか働いてればなんか悩み事とか考えなくて済むけど、なんか働いてないでぼーっとしてると悩み事がね、かなんかめっちゃ考えちゃって。確かに暇だとね。そう、暇だと考えちゃうから、仕事をして、なんて言うんだろう、考える時間をなくしました。あー、そう、超悩みがあったんじゃないですか。恋とか全然しない。恋できないのが悩み。あー、それはそう。そうね。二人とも YouTuber ですよね。はい、YouTube ですね。おー、じゃあ YouTuber 結構正直なもんじゃないですか。はい、はい、なので正直に答えてほしいです。はい、今自分の悩みを教えてください。もうこれでも昨日から一緒だよな、二人言ったって、うん、動画が伸びない。あー、これは YouTuber あるあるじゃないですか。あるある、もうシンプル、動画が伸びない、それ以上ないな。今いろいろ挑戦してて、今日もここで24時間声かけをしてるんですよ。24時間してるんですけど、でもうそろそろ終わるんですけど、やっと。でそれいろいろやりすぎてちょっと血迷ってます ね、道に迷ってます。僕らその YouTube で有名になりたいというよりはリアルで人を集めたいんです。はい、エド・シーランさんみたいな感じです。だから海外でいう多分、エド・シーラン、エド・シーランをこうやって声をかけて、はい、直接僕たちのファンになってくださいっていう伝えに行くっていう感じです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いぶきとよへと言います。よろしくお願いします。今一人噛んだ。はにゃって言ってたね。じゃあこれはチームとしての悩み相談だったので、はい、今個人的の悩みはお酒が弱いんですよ、僕。だからお酒の席でも楽しみたいのに早く寝てしまうっていう弱さがあります。それが悩みですね。だから海外の方はお酒強いので、僕の印象的に。だからちょっと憧れてます。なんかその酒が弱いことなんで悩んでるんですか。それでみんなと楽しんでたんですよね、もっと。でお酒飲むこと自体は好きなんで、だからもっと飲みたいなって思うんですけど飲めないっていう悩みです。いや、まあだから頑張って飲むしかなさそうですね。はい、ぜひぜひ。ぜひ If you have some advice, pop it down in the chat below, guys. お願いします。いやー、お金をどこで使えばいいかが分かんないっていう、趣味もなくて、あんまり。だからどこでお金使うかっていうところで、お金はいい感じにありがたく貯まってはいくんですけど、まあどう使おうかなっていう悩みです。そこにはこれに使った方がいいよとアドバイスは、お酒買った方がいいと思います。Views! That is a common problem for all YouTubers right now. The algorithm has changed yet again, and it's not really trying to keep the people who've been there before in place, but it's actually trying to bring more new people in for growth. I understand, but we hope that Ash Japanese can go running strong, and you can help us by liking this video, by sharing some of our favorite videos with your friends. You know, spread the word a little bit. It would help us out so much. And just by watching, you'll help us out too. But yeah, if you can, share it with a friend, and I'll catch you soon. Maybe for this video here from Japan. Catch you soon.